はい、えー、今日もですね、宿江忍さんの方がスカイプで、えー、ね、アメリカから繋がっておりますので、今日はね、12月30日ということで、えー、もうね、本当に、もう新年目の前でございます。えー、ただね、ちょっと気になっているのが、そのクリスマスの後っていうことでですね、みんなどんなプレゼントをね、 アメリカの子供たちってのはもらったのかなとかちょっと気になってるんですよね、特に僕、おもちゃ屋さんでしょ。ですからね、今後アメリカのね、そのおもちゃマーケット大丈夫かと、その辺の調査も兼ねて、えー、いろいろとね、ブライアントも話をしていきたいと思いますが、えー、実はですね、私がよく、その、まあ、英語の勉強も兼ねて見ているウェブサイトっていうか、昔からよく好きでね、見てるニュースサイトがあるんですよ、でそれは USATODAY と言います。 USA Today というのは非常に、ね、あの読みやすい新聞記事ということで、まあ、英語ですけどね、あのそこの、ね、特に大好きなのがあの、スナップショットってなんですよ。で、何かっていうと、あのアメリカの生活、例えばほらあのニュース、スポーツ、あとライフ、まあ人生あの生活ですよね、それからマネ、ね、お金に関すること、それぞれの分野でをあの、いわゆる統計によってです、ね、表そうと。 いう企画があるんですよこれ僕大好きなところで、えー、いろんなそのアメリカ人の生活をですね、えー、数字で切り,、まあ切,まあ、切り出してですね えー、何パーセントの人がこういうふうに考えてるとかね、こういうものを買いましたとかね、そういうデータがいつも紹介されるんですよ。で、これ結構面白いんで、えー、よく見てるんですけど今日、今回からですね、ちょっと一、ね、回ずつこういうのを紹介しながら、アメリカ人の、ね、生活の,あの切り口と、そして、まあ、実際にそのね、ブライアンも今、つながってますんで、その辺の話をいろいろね、えー、聞いていきたいと思います。ハロー、ブライアン。ハロー、l o b r ロー、ハロー、ハ l ー、ハロ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  Hangin' in there. Hangin' <Can 't S 1> in there. Get c o m p l a i n OK. <laughs> 文句は言えないなということで元気そうですね。Very good. OK? All right. And so、uh, here w e like to talk about the、uh, today's topic and USA Today snapshot here. Right. <Great. S 1>、um, えー、we have the、uh, one article i t says, Tops on Santa's Tech List. えー、今日はですね、えー、サンタさんのテックリストというのがデータが出ております。 えー、サクッと紹介しておきますと、えー、サンタさんがですね持ってくるプレゼントっていうのは最近非常にそのガジェットと呼ばれるね IT 系のプレゼントが増えてるみたいなんですよねね、おもちゃじゃないんですよ IT 系のガジェットが増えてきてるとその辺のことについてねちょっと話をしてみたいと思いますねブライアン I'd like to talk about one of the articles there on the USA Today That it says Tops on Santa's t a k e List and then,、uh, look, you know, there are it says that percentage parents then know kids. there it top tech gift by the percentage of parents who will buy their who look will you of by buy アメリカの子供たち、アメリカのご両親がですね子供たちに買う IT 系のガジェットの統計が出てるわけなんですよね。So I'd like to talk about that, this one.And then、uh, I'm I believe that you are looking at the same statistic. Okay、で、ブライアンもね、今ね、同じページ見てるんですけどね。で、えー、そう、最初にですね、来るのが、タブレットって書いてあるんですよ。タブレット28、28%。タブレット、タブレット PC ってやつですね。あの、iPad だとかね。えー、あの28%の子供たちが、えー、もらってるみたいですよ。それから、ビデオゲームコンソール。これビデオゲームですね。あの、なんか PS3 とかですね。18%。 ハンドヘルドビデオゲームプレイヤー手に持つ、えー、小さなゲームプレイヤーですか、まあ、Nintendo とかですね 14%, 14、えー、そしてスマートフォン来ましたねパーソナルコンピューター、ね、こういうのが8%クリスマスのギフトですリクリスマスプレゼントですよ親からの、ね まあね、僕たちはプリンースプレゼントにこういうのもらうのはなんかどうなのかなと,かちょっと感じはするんですけど、ちょっとその辺のことを、ね、聞いてみましょう。So, Brian, so I can see the tablet, all the gadgets you know, related to the、uh, technologies here.、Uh, is, it, is it popular in the United States? You know? Insanely. Insanely? Ins Insanely. <laughs>、um, when... なるほどね,いやもうねこの。この IT 系のおもちゃの、ね、プレゼントっていうのは本当にすごいことになってるって。もうちょっと気が狂いそうなぐらい。なぜかというと、8歳の子供たちが街を歩いてると iPhone 持ってるんですよね。 で、そういう、その8歳の子供たちが iPhone を持って街を歩いてるっていうのを見ると、そのブライアンさんもね、ちょっと世の中に対してちょっと尋ねたいことがあるとかって、いろいろ疑問を持ってるみたいなんですよね。なるほど。やっぱ感じるところはそういうとこ同じだな、なんかね。So, um, you know, what's what the problem? What's the, what, what the question that you would like to ask to the world?、Uh, well. Why? For one thing, that's mm. my main question: is mm. why. Mm. uh Like it, it's expensive equipment, <laughs> and so to ne. to to basically go yeah. like, well, here's this four hundred dollar telephone. Have fun, little Timmy. Yeah, well, <laughs> it, that's a lot of money <laughs> so, that these so. kids are walking around with on a daily basis. Yeah, yeah. So that. やっぱりね、その、ブライアンがね、その、心配してるのは、その、やっぱり、高い、おもちゃじゃないよね。ガジェットだよね。高いガジェットだよね、これね。やっぱり400ドルぐらいするんですよ。だいたい日本円にすると 4, 4万円。日本でも同じじゃないですか。携帯電話買おうとかってしたらさ、大体いい4万円とか5万円とか、最近はね、その、普通に7万円ぐらいかかるのもありますよ。それを、クリスマスのプレゼントだっていうことで、親が、はい、ね。 はい、ク、えー、ってこれあのプレゼントよって言って,言って 4, 4万円ぐらいのものをボーンと渡しちゃうと。で、それ渡すだけじゃなくてそこから先があるわけだからね。それでこう遊んでまたお金が発生したりとか。高い。そ、so, うね、だからブライアンの質問としてはちょっと僕も共感しますよ。本当にそれでいいのかっていうのはありますね。これはアメリカ人もそうだっね。Yeah, so I think it's it here.It's、uh, getting like that. I, Ah uh, do, but you know here um I don't see well maybe because of the we are living in a you know a local area um uh, I don't see much of the uh eight year old boys and girls you know walking around with iphone right. uh I don't think I see them often so often, but from the high school, yes, yeah <laughs> yeah, from the high school students, yes, I can see them I mean. It, だからブライアンさんもね、やっぱり、ね、高校生だったらわかると。でも、8歳の子が iPhone 持ってブラブラしてるのはどうなんそれはどうなもんかなということなんですよね。 ただそのお父さん、お母さんがそのプレゼントをこのね IT 系のものを子供たちにしちゃうというのはある意味教育的な配慮みたいなものを考えもうあるのかなって思うんだけど、ブライアンどう考えてんだろう So, you know, when the parents are、uh, you know, giving them a $400, year, uh, 400, uh, 400、uh, iPhone or IT gadgets to their children as a present, maybe there may be a there you know the parents are thinking about educational purposes or aims yeah uh, then that's why actually like the tablets yeah are, are so popular is because there's so many games mm -hmm. and apps available on on these tablets um, <sighs> that uh, are actually legitimately beneficial Mm, uh, mm, absolutely, mm. and they they can be absolutely great learning tools, like connected to Wikipedia and everything like that. Right. Um, so it, it, it's absolutely beneficial, um, mm. and that's why the, the tablets are such a big thing now. They were they were last year. Mm. Um, when I was working at Toys R Us, we sold a ton of tablets. Toys R Us. Yeah. <laughs> but selling up tablets from Toys R Us. いや、ね、Tablet a a t a b a l e t a t a t さんの話だと、ね、あのやっぱさっきの統計にもやっあったんですけど、タブレットが、ね、28%ということで、一番売れてるんですよ。ね、でスマートフォン、いわゆるの携帯電話としてのものは8%ということで、なぜこんなに開きがあるのかっていうと、携帯電話を持たすよりも。 タブレット型を持たす方が教育的な価値お父さんお母さんにすればその投資した時に子どもたちがいわゆる辞書を調べたりウィキペディアを調べたりとかさいろんなそのアプリもありますよね教育的なものがねそういうものに使ってもらえる可能性がタブレットの方が高いという思いもあるんじゃないかなと。 でそのブライアンさん、以前ね、トイザラスで働いてたらしいんですね、さすが我らがブライアン、トイザラスで働いてましたね、でそのトイザラスで働いた時にそに、タブレットも売ってたらしいんですよ、でトイザラスでタブレットがあるのいや、だからその、なんか専用のものがあったりとかして、ね、で結構、やはりそのおもちゃの分野にタブレットというのは非常に大きな存在になってきてるというのは、やっぱり教育的な分野。うん very interesting Brian yeah so tablet I, you know actually i use it tablet more often than the uh does uh smartphones i think yeah i i could definitely see that mm 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 so i uh, well, mm. oh, i think what's actually kind of the biggest shame of everything here is that you you have these these tablets as such a high ticket demanded um, item, and so many kids nowadays mm. are are getting them. That um, like the the age where toy sales start to stop is oh. becoming lower and lower. <laughs> okay, and I I ouch. think it's kind of depressing. <laughs> yeah, ouch. Okay. Um. <laughs> mm, so やっぱりね、ブライアンの話によるとね、あのー、そのタブレットが売れてるっていうのはあのーまあ、いいことなんですけど同時にそのおもちゃ屋さん、トイザらスの中でタブレットが売ってるわけでしょ。ということはそのおもちゃのマーケットがやっぱり縮小してきているとアメリカにおいてもね。そのいわゆる電子機器的なものに置き換えられていってきている。 だからね、多分昔懐かしい。例えば、まあ、ごめんなさい。年が、あの、話が通じ,通じないかもしれないけど、水風船とかね。<laughs> そういうものは売ってないんですよ。いや、売ってるかもしれないけど、もう、もはやそういうお話の時代ではなくなってきてるわけなんですね。けん玉けん玉,玉。いや、ちょっと今の子供たちク,クリスマスプレゼントにけん玉もらったらちょっと、<laughs> ちちょっっと黙っちゃうかな <laughs> おお父さんありが <laughs> まあいいや <laughs> 話が止まっちゃうかもしれないからねうんまあいろいろ考えなきゃやっぱ時代に合わせたものっていうのはやっぱりどうしても子供たちにいろんな教育的なね知的なしさというかさいろんなものを与えてくれるのかもしれないですね。You know, you know, I was thinking about that, you know, the same thing with that, the toy itself.We、uh, <Right. S 2> are Witnessing more and more like uh, electric gadgets, like mm -hmm. toys. You know, yep. we, we, yeah, for example, like uh, we have the, uh well, yeah, of course, the lock seeds. Uh, you know, every lock seed comes with the batteries, speakers, and all the icy tips inside. Mm -hmm. it, 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 <laughs> uh, I, it, it, they almost have to nowadays. So, and, so now.

がもう非常にウェイトを占めてきているで今売られてる仮面ライダーのベルトであるとかスーパーセンタイのおもちゃ音が出ませんとか形だけとかっていうのは多分罰ですねみんな怒りますよ今このタイミングで次の仮面ライダーはこれだって新しいの登場しましたでもベルトは回,なんか回らないとか音が出ないとか光らないとかなったら怒るよみんなうん <laughs> so yeah, we really need to have that electric gadgets in our lives, I guess. Yeah, it's getting that way. <laughs> yeah. Cause I mean I when I when I worked at at Toys R Us, you just you witness mm. more and more electronical things getting purchased and less and less things like action figures. Oh uh, so I mean, we're we're selling like the the tablets and the 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 like the child video games like the VTech and Leap oh. LeapPad and stuff. the 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 child centered uh, tablets we're selling like nuts too. Mm. Um, and so you see less and less like action figures <laughs> and such, and more and more of things like Lego ah, and uh, nah. and. All the stuff. Right. ああいやねあのー、いわゆるそのなんていうかなアクションフィギュアというカテゴリーがありますよねね、ちょっとこうね僕まあ僕たちも売ってるんだけどアクションフィギュアよりもトイザらスで売れてるのは電気電子電子おもちゃ電子系のおもちゃねあとはそのいわゆる知的教育なね、知能玩具っていうのかな チー,ク玩具かチーク玩具のそのだからレ,ゴレゴとかねレゴすごいんですよ今ねすごい売れてるらしいからねあのやっぱそういうその教育的であったりとかあとその時代のニーズに沿ってるっていうかねそういったものが売れていく中でアクションフィギュアは売れていかなくなってきてるという <laughs> これどうなのとかっておもて屋さんとしてはちょっと非常に心配するところもあるわけなんです。だから おもちゃね、人形を手に取って遊ぶっていう文化がちょっと変わってきてるということですね。そうなんです。はい。No wonder, y you know, n o w o n d e r that, you know, Bandai sells the premium items to the adult m a r k e t y <Yep>. e <laughs> ね、あの、ほんね、あの、今最近日本で売られてる、あの、おもちゃ、まあと、もちろんアクションフィギュアあるんですよ。でもね、売れているターゲットがね、大人だもん。 ね大人の人の一生懸命集めてますよだからバンダイさんとかも完全にそのアクションフィギュアって言ったら,ら子供のイメージがありますけどねああああアクションフィギュア本当のマーケットは大人 <laughs> ねこの人たちがメインで、まあ、お金も持ってるしねうんなるほどなちょっと統計からいろんなものが見えてくるよはい。 So, uh, tablet, video game console, handheld video game player, and smartphones and personal computers. Yeah, uh, I think that this tendency goes on. And then it um, will be more popular later on, I think. Yeah, I, I next year is going to be really interesting, I think. Because mm, mm. uh, all this tech stuff is getting more and more mm. every day. Mm. And as it gets more and more every day, you're getting more and more. そうですね。まあ、あの、本当ね、こういうその電子系のものがね、どんどんあの、まあ、進化してきてるし、まあ、もっともっと受け入れられていくし、広,広まるでしょう。えーね、まあ、ブライアンさんも今度来年がね、えー、次の年がどういうふうになっていくのかっていうのはね、まあ、まあ、ガングコレクターとしても。 レビューアーしても非常にね、まあ、ととおもちゃの、ね、販売するものとしても非常にその興味深いところでございます。まあ、その辺はね、えー、ちょっと注目していきたいなと思います。Okay, so、uh, thank you very much, Brian, and for today's topic. And、uh, well, I'm very much interested. I think this is a great way to you know, talk about the,、uh, the you know,、uh, lifestyles in the United States and introduce it here and compare it. And probably a very interesting topic. To 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 talk about it. Oh, yeah. Yeah. The, in our line of work, this kind of comes up all the time. <laughs> so it, it's really fun to talk about. Right. Yes. So let's do that again next time. Okay. All right. Uh, okay. So thank you very much for today. And I hope you have a great new year then. Yep. You too. All right. Thank you. Happy New Year. Bye bye. <laughs> Hi. Okay. Hi, Brian, sandhista. Ariadna, go ahead I will be right back real quick. Oh, okay, alright. Let's take a break.